ヨハネの黙示録第6章。子羊がその7つの封印の一つを解いたとき、私が見ていると、4つの生き物の一つが雷のような声で来たれと呼ぶのを聞いた。そして見ていると、見よ、白い馬が出てきた。そしてそれに乗っている者は弓を手に持っており、また冠を与えられて、勝利の上にもなお勝利を得ようとして出かけた。子羊が第二の封印を解いた時、第二の生き物が来たれというのを私は聞いた。すると今度は赤い馬が出てきた。そしてそれに乗っている者は、人々が互いに殺し合うようになるために、地上から平和を奪い取ることを許され、また大きな剣を与えられた。また第三の封印を解いた時、第三の生き物が来たれというのを私は聞いた。そこで見ていると、見よ、黒い馬が出てきた。そしてそれに乗っている者は秤を手に持っていた。すると私は四つの生き物の間から出てくると思われる声がこういうのを聞いた。小麦一マスは一でなり、大麦三マスも一でなり、オリーブ油とブドウ酒とを損なうな。子羊が第四の封印を解いた時、第四の生き物が来たれという声を私は聞いた。そこで見ていると、見よ、青白い馬が出てきた。そしてそれに乗っている者の名は死と言い、それに黄泉が従っていた。彼らには地の四分の一を支配する権威、および剣と飢饉と死と地の獣らとによって人を殺す権威とが与えられた。子羊が第五の封印を解いた時、神の言葉のゆえに、またその証を立てたために、殺された人々の霊魂が祭壇の下にいるのを私は見た。彼らは大声で叫んでいった。聖なる誠なる主よ、いつまであなたは裁くことをなさらず、また地に住む者に対して私たちの地の報復をなさらないのですか。すると彼らの一人一人に白い衣が与えられ、それから彼らと同じく殺されようとするしもべ仲間や兄弟たちの数が満ちるまで、もうしばらくの間休んでいるようにと言い渡された。子羊が第六の封印を解いた時、私が見ていると大地震が起こって、太陽は毛織の荒布のように黒くなり、月は全面地のようになり、天の星は一軸のまだ青い実が大風に揺られて振り落とされるように地に落ちた。天は巻物が巻かれるように消えていき、すべての山と島とはその場所から移されてしまった。地の王たち、高官、戦卒長、富める者、勇者、奴隷、自由人らは皆、ほら穴や山の岩陰に身を隠した。そして山と岩とに向かって行った。さあ、我々を追って、御座にいます方の御顔と子羊の怒りとからかくまってくれ。御怒りの大いなる日がすでに来たのだ。誰がその前に立つことができようか。